それではマインドセットについてお話をしますマインドセットって何でしょう実はこういう言葉があります。ある問題を引き起こしたマインドセットを変えない限りその問題を解決することはできない。これはアインシュタインの言葉です。でこれはどういうことかというとマインドセットというのはあのそのセットですからね。こう 考えていいることとそのもののも、まあ、根本うう意味でしょうかね例えば価値観というか根本原因ということだというふうに理解すれば分かりやすいと思いますある問題を起こしたマインドセットそこを根本原因って置き換えてですね根本原因を変えない限りその問題は解決することができないといえば分かりやすいですねでどういうことかというと例えば環境問題が起こったでじゃあそれはどうしたらいい例えば二酸化炭素が増えたからどうしたらいい 二酸化炭素を減らせばいい。じゃあそれにはどうしたらいいか。じゃあ自動車をガソリン車からええ自動車に変えたらいい。あるいは火力発電をですね原発に変えたらいい。で、でこれはですね実はその。 問題解決ならならいんですね例えばエコカーとなるとですねじゃあうちはこれだけエコだこれだけエコだということで宣伝をしてどれだけたくさん売るかということで今エコカーが確かに売れてるわけですねそしてその火力よりは原発の方が CO2 は少ないということでまあ原発を作ろうとしてるしかしそれが事故が起こったからもうやめた方がいいんだけどもでも火力にしたら二酸化炭素が増えるしガソリン代があの石油代が上がってというふうにその だからその原発はやめらられないだからそのエコカーに乗ったらいいでもですねそれは根本原因はどういうことかというとですねそのエコカーをたくさん売ることが目的になってるんですよねあるいは原子力というのは要するに電気を作るために考えてるわけですよね。で そのもちろん電気はいるあるいは便利な自動車は欲しいということなんですけどもそのさらに根本なんですよね結局便利って何かというと短い時間で遠くに行くことができるとかですねあるいは電気が欲しいというのはその自分が掃除しなくても電気掃除機が掃除してくれる洗,洗,濯もです、ね、洗濯機が洗濯してくれるというふうに、まあ、自分でやることを電気がやってくれたら便利快適だ。 ととといいううその便利快適ということが目的なんですね個人はね自分がもっとべ便利に楽をしたいそして企業はですねものを売って儲けたいでこれが結局一番大きなモチベーションなわけですですから企業はですねものをたくさん売って儲けたいというふうに考えている限りですねガソリン車であってもエコカーであってもそれはそのマインドセットのところは変わっていないわけですねあるいはその環境破壊を救うためにそのエコ エコテレビとかですね、エコクーラーとかエコカーとかに乗ろうかでも自分は便利快適あるいは楽をしたいということを考えている限りこれは問題解決はしないわけですねですからエコあのマインドセットを変えるということはそもそも便利って何だろうか手で洗濯をすることは本当に不便なことなのか手で洗濯をすると汚れたところを丁寧に あるいはその汚れてないとところはあっさりとそしてやっぱりこう綺麗になるということは嬉しいしお母さん洗濯こんなふうにして綺麗になったよってここあのなんていうかな汚れがひどかったから苦労したのよっていうふうに言われて子どももあ,あそうかじゃあ自分もこうしようああしようここ注意しようっていうふうになるだから本当にその便利快適というのはその手を抜くということになってしまって結果としてですね自分が手で それれを苦労しして仕上げるよう喜びも感じられないし相手もですねそれだけ苦労してくれてありがとうという気持ちもなくなってくるからとにかくいろんなことが粗末になってしまうそしてその粗末になれば実は自分の手間暇をその大事にしてその苦労をこう考え 考えないというかそれを粗末にしてしまうということは実はいろんなものを粗末にしてしまう人と人の,ととの関係も粗末にしてしまうあるいは地球も粗末にしてしまう未来も粗末にしてしまうですからまさにアインシュタインが言わんとしているところはその根本もっと一番奥のところを変えないとその要するに小手先でその目先のところで変えることはできないですから私もそのエコカーはエゴカー エエコ発電はエゴ発電電はとにかくもっともっと根本を考えてもっと自分の力で生きていこうもっとその自分が自分の手で物を作って食べ物を作って自分の手でそのいろんなものを仕上げていこうこういうことをお話ししたかったわけです。